皆さんこんにちは、神戸電鉄親善大使のみのりです。今回は前回に引き続き新開地のメトロ神戸に来ております。このちょっと見てもらっても分かるように、ちょっと前までの新開地の地下通路とは雰囲気が変わっておりまして、今年の3月にリニューアルで微層化工事ですごくね綺麗になってるんですよ。天井もね映ってるんかな、なんか格子状になっててすごいおしゃれになっていて、通路の柱に神戸の街並みとかが書かれていたりとかして、ちょっと楽しめる要素もちょくちょくあるので、ちょっとぜひ改めて通ってもらって変わった新開地の通路も楽しんでいただきたいんですけども、前回はね新開地でたくさん食べて満腹になったんですが、今回はなんと嬉しいことに体を癒しにリラクゼーションサロンへ行ってみたいと思います。今回も一人ですが、新鉄娘のサイコロ旅。ベルベナさんに到着しました。ベルベナさんは東南アジアをモチーフにしたエキゾチックな空間で、体にたまった疲れやこり、ストレスによる神経の張りをゆっくりと解放する癒しの場です。一人ゆっくり癒されていきたいと思います。今回のサイコロの設定を見ていきたいなと思います。今回は金額じゃなくてメニュー決定、確実に受けれる。足裏はなんかちょっといいリアクションが取れる自信がないので外していきたいです。私はだから奇数狙いで足裏避けていきたい。足裏は望みるだけでいい。早速サイコロを回していきたいと思います。今回もただ癒されるだけ、癒されて奇数を。2です。ボディと足裏、足裏先にしてもらおう。肩こりそう、逆に怖い。やだ。お願いします。足から始めていきますね、はい、罰ゲームにならないように。ならない、お願いします。痛みには強いはずです。あ、そうなんですか。多分気持ちいいから気持ちいいが目安なので。なるほど。強すぎたりしたらすぐ当ててくださいね。あった。やっぱりだいぶお疲れですね。お足。本当ですか。全然私歩数計ひどいですからね。めっちゃ少ない。やばい日は本当2桁とか、なんか家の中にずっといるから。じゃあ足裏いきますね。お願いします。お心臓の反射区からいきますね、今これ心臓の反射区で。痛くない。大丈夫そうですか。大丈夫。気持ちいいぐらいまでが目安なので。なんか痛いと悪いって言うじゃないですか。そうですね、痛いところは大体やっぱりちょっと血流が悪いとか。あ、そうなんや。反射区っていうのがツボの筋石みたいなやつなので、まあ厳密に言うとツボではないんですけど。足裏大事かもしれない。めちゃくちゃ大事です。がっつりお疲れですね、やっぱり。本当ですか。今ここ肩のところなんですけど。肩と首やばいんです。私そうですよね。やばいんです。わかるんや。だいたい私のイメージですけど、だいたいここ2週間ぐらいの生活割と出ますね。あ、そうなんですか。結構腰痛ひどいですね。あ、あります、あります。一時コルセット巻いてました。ここ背骨のところなんですけど、はい、ここら辺から腰椎なので結構腰がひどいなと思って。顎周りも硬い。そう、でもガクガク言います。あ、やっぱそうですよね。ガクガクという骨がなんか削れる音がします。なんかゴリゴリめっちゃ開けると。やだ。
私は全然それが昔からよくゴキゴキなんです、全然別になんかいいやと思ってこんなもんかなみたいな、なんかいいやと思って気にしてなかった。どうでした？いやなんか結構身構えて今日来たんですけどめっちゃ気持ちよくてリアクションそんな取る必要なく軽いです。シワした方の足違うちょっと違います。こっちしてもらって違いますよ重さも。これからね女性サンダル履くからいいかもしれないです。露出が増えるから。いや、あの足裏痛いと思って敬遠してる人はメトロ神戸のベルベナさんに来てください。めっちゃ気持ちいい。続けてボディケアにお願いします。よろしくお願いします。さっき足裏して肩首やばそうだったんですけどやっぱ肩首腰やばいですね腰が結構ベルベナさんのなんか特徴とかってあるんですか？スタッフが割と一人一人こうカウンセリングしてお客様一人一人に合わせて施術ができるようにコースのご提案だったりとか同じボディケアでもちょっとずつ変えていったりとか。いいですねそれは。結構自由にここまでさせてもらえる店舗って多分ここだけだと思う。本当スタッフが自由にお客様に合わせてコースの提案したりとかお客様に合わせてオーダーメイドでメニュー作っていけるっていうのは。いい、ね、オーダーメイドのマッサージってなんか良くないですか？なんかラグジュアリー感あります、うん、あります特別感があります。私だけのマッサージみたいな。あでも本当にそんな感じですね、やっぱお客様によってお体の疲れそうですよね。仕事も違えば疲れる場所も違うし。あでも結構お尻とかもすごい硬いですね、私お尻たまに勝手につるんですよ歩いてる時とか今つりますみたいな、えみたいな、え、またまたちょっとちょっとみたいな歩いてる時やめてほしいですね。あ、いいですよ。つっててもおかしくないです。あ、そうなんですか。疲れ具合なんでそんなお尻なんでしょうね。なんなんだろう、歩き方の癖とかですかね。めちゃくちゃ癖強い歩き方やばい強い女子ジャンルが新しい。ちょっと肩腰が40代レベルになっちゃってたのでやばい、ちょっとやばいです。肩腰40代レベルの親善大使がここにいます。あでも腹筋がないと腰痛出やすいんですよ。そうなんですか。周りの筋肉だったりとか腹筋とかがないと腰痛になりやすいのでちょっとそれはあるかもしれないです。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでした？気持ちよかったです。なんか今まで整体とかも昔行ったことあったんですけど一番気持ちよかったかもしれない。めっちゃ軽いです。軽い。ここは柔らかくなってる気がする。自分で触ってもここパンパンなんですよいつも。でもなんか柔らかい。マッサージ終了してきました。気持ちよかった。ただただあのちょっと足裏でねちょっとどうなるかなって思ってたんですけど気持ちよかったです。ちょっとあの体が思ってたより年齢いってるということだったのでもうちょっとね全身ケアできるサイコロ当てれたらよかったなって思うね。またリラクゼーション企画はぜひ私を呼んでいただけたらなと思います。今回ご紹介したベルベナさんからお得な側転やサービスをご提供いただきました。ありがとうございます。こちらです。初めての方限定お一人様1回限り500円の割引が適用されます。ぜひお得に深海地を楽しんでください。次回もまた素敵なお店やスポットをご紹介しますのでぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたね。バイバイ。